オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。Bonjour, c'est Daisuke, professeur chez Ensemble en français. Comment allez-vous? こんにちは、アンサンブルアンフランセフランス語講師の Daisuke です。9月も後半になりましたが、いかがお過ごしですか？パリは暑くなったり寒くなったりを繰り返していて、体調管理が難しいです。この台本を書いている時も、毎日35度近い日が何日も続いていたのに、収録している今日は20度くらいしかなく寒いです。暑い日は湿度が低いので日陰にいればまだしのげますし、街中に設置されているドライミストに当たるとかなり涼しく感じるので、その点ではまだマシなんですが、家にクーラーがあるわけではないので、日中は雨戸を閉めて家中真っ暗な状態で過ごしていました。そんなパリですが、相変わらず観光客でにぎわっています。ただ以前と比べて日本人の観光客を見ることはかなり減ったなと感じます。航空運賃の高騰と円安でフランスはなかなか気軽には行けないですもんね。一方、同じ東アジアの国でも韓国からの観光客はかなり増えている印象があります。以前は中国人に間違えられることが多かったんですが、最近はまず韓国人と聞かれることが多いです。日本人だよと答えると、久しぶりに見たと言われることがあります。早くこの円安と航空券の高騰が落ち着いてくれることを祈りながら、フランス語の勉強頑張りましょうね。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕、大輔がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える、短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は、開校1周年を迎えたオンラインフランス語グループレッスンについてご紹介します。それでは早速、本日のフランス語レッスンを始めましょう。旅行や出張などで初めての土地に行った時、見たこともないような食材や料理などが出てきて、これって食べられるんですか？と思うことってありませんか？僕はすごく失礼なことは分かっていたんですが、チーズ屋さんのカウンターで全体がなんかこうもわもわっとしたカビで覆われているチーズを見て、つい、これって食べられるんですか？と聞いてしまったことがあります。ご主人は笑顔で、ペニシリンの原料と同じだから体にいいよと答えてくれました。この時のこれは食べられるんですか？ってフランス語で何と言えばいいかわかりますか？ Est-ce qu'on peut manger ça? こういう文章を思い浮かべた人も多いんじゃないかなと思います。もちろんこれでも、これって食べられるんですか？という意味で通じます。ただこの文章の場合、2通りの意味があります。これは食べられるんですか？と、これを食べてもいいですか？2つ目の食べてもいいですか？という意味で捉えられた場合、食べられるかどうか、食用に適しているかどうかを知りたいのに、Oui, oui, c'est pour toi, c'est toi. それ君のだよ、どうぞ、みたいに答えられてしまうかもしれません。その時点で食べられるものであることはわかるんですが、なんか欲しかった回答とは違うので、ああ、そういうことじゃないんやけど、ってなっちゃいますよね。さあ、こういう時、実は、たった3つの単語で、これ食べられるんですか？ということができます。
ça se mange, ça se mange, ça se mange。主語を私や私たちではなくさ、それにしてすもんじ、食べられるという代名動詞にします。これでこれは食べられるんですかという意味になります。どうやって食べたらいいかわからない食材に対してもこのさすもんじを使って聞くことができます。さすもんじコモン、ça se mange comment? ça se mange comment? どのように食べられるんですか？どうやって食べたらいいんですか？簡単ですよね。では、液体の場合はどうやって言えばいいのでしょうか？そうですね。ça se boit。ça se boit。ボア、サスボア、スボア、飲まれるという代名動詞を使ってこれって飲めるんですかと聞くことができます。例えばこのスボアを使うとこんなことも言うことができます。スサケスボアショ、スサケスボアショ、す酒すぼあしょ。直訳だと、この酒は熱く飲まれます。で、この酒は熱燗で飲みます。という意味になります。この代名動詞を使うと、短い言葉でパッと言えるので便利ですよね。ぜひ、フランスに行って初めて目にした食材などがあった場合、使ってみてください。ただし、出してもらった料理に対して使うとかなり失礼なので、使う場合は、よっぽど珍しい食材や、見た目がぶっ飛んでいて度肝を抜かれるような料理に対してだけにしておきましょう。他にも、ça se mange、ça se boit以外の言い方でも言えますが、今回は代名動詞を使っての表現をご紹介しました。他にもどうやって言ったらいいか考えてみてくださいね。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方は、ぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録ください。それではまた。アビアントアラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。続きまして番組の第2部はアンサンブルスタッフのヨシコがお届けします。今回はアンサンブルがスカイプのマンツーマンレッスンの他に別途提供しているオンラインフランス語グループレッスンに関する耳寄りな情報を皆さんにお知らせいたします。本グループレッスンはおかげさまで開校から1年を迎えました。開校1周年を記念してフランス語初心者の生徒様を対象にした新しいグループレッスンを9月11日から3ヶ月期間限定で開校しました。その名も超基礎フランス語レッスンです。担当講師はアンサンブルのベテラン日本人講師で、これまでに何百人もの入門者を教えた経験がある彩子先生です。スカイプのマンツーマンレッスンは非常に予約が取りにくい講師ですので、そんな彩子先生によるグループレッスンを3ヶ月間平日毎日受講できるなんて贅沢な企画ですよね。こちらのグループレッスンではフランス語文法の基礎を入門者の方でも理解しやすいようにフランス語と日本語を交えて解説します。
綾子先生の丁寧な言葉選び、適切なアドバイス、そして輝くスマイルで、初心者が楽しく安心して受講できるのはもちろん、中級以上の生徒様にも文法理解の確認として、また目から鱗な新発見として役立つ内容であることは間違いありません。9月に入会された方には73レッスン分のアーカイブビデオをプレゼントしておりますので、ご興味がある方はぜひアンサンブルのオンラインフランス語グループレッスンのホームページよりお申し込みをお待ちしております。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。